2022年9月24日、5チャンネルにこんなスレが立った。教員、底辺校には勉強できなくても音楽とかスポーツならできる子、スラいない。そんな、早速スレを見ていこう。底辺校に勤めていると、勉強できなくても音楽とかスポーツならできる子もいるんでしょ？と言われるが、経験上、いない。ここまで勉強のできない子は認知力も身体能力も低いし、自分で練習ができないし、根性もない。ダメな奴は何やらせてもダメ、という厳しい現実がある。ええんか。辛辣で草。なんとなくわかるわ。救いはないんですか？わいで草。偏差値30くらいのスポーツ強豪校あるけど、こいつはどう思ってるんだろうな。お前頭悪いだろ。底辺校とスポーツ強豪校にいる子が同じだと思ってんの？頭悪いなお前。バカなの？そらそうよ。ドラマで見るような学級崩壊してるところ。不良ですらないやろ、無気力。せやでガチで無気力なやつ限り喧嘩他の分野でガチってるやつしかおらん。中卒と底辺校のやつになら何言ってもいいと思ってるやついるよな。むしろ正論なら何言ってもええやろアホかよ。中卒底辺なら何言ってもええんか？意味不明な反論するな。それともコピペか？何言ってもええやろ正論ならな。正論言うたらいかんとか根拠あるの。無意識に差別をしている人は、弱者は努力不足で弱者になったと勘違いしてしまっているためだったりする。たまたま自分が弱者の立場にいないだけなのに、弱者の立場になった人は自分のように努力をしなかった結果だと悪者として考えてしまう。貧困の連鎖とかって現象をそもそも理解できないのはあるかもね。そんな底辺校に赴任する教師も底辺やろ。赴任は運が絡むからどうしようもないんやで、エアプもそこまでにせよ。アホか、能力ない教師は支援学校や底辺校に赴任させられるんや。大概にしとけよお前。いや特別支援学校の教員免許がないと赴任させられないぞ。逆に特別支援学校免許持ってない教師が中学高校に行くことはない。専門外でも普通に支援学校飛ばされることはあるで。ちな現役教員。免許の意味ないやろそんなん。底辺校ってヤンキーとかスポーツ強者が蔓延ってるイメージあるけど違うんか。気の抜けたヤンキーと夢語るだけのチンピラ運動部が蔓延ってるのが底辺校。なんだかんだ楽しそうやん。放課後に教室でベイブレード大会やってる運動部を追い出す仕事やで、クソやぞ。クソ、やっぱ楽しそうやん。野球選手とか頭悪そうなのばっかなんやが。プロ選手になれるぐらいの選手はスポーツ推薦で高校大学行けるから、頭が悪くても少なくとも公立の底辺校なんかにはいかない。悲しき現実、そして親ガチャに逃げるまでがテンプレ。昔高校の先生に言われたわ、お前らは自分が普通だと思ってるかもしれないけど同学年の上位 2% のは隅だ、むしろお前らの方が世間から見れば異常者なのであって、世間の大多数が自分と同じように物事を考えて同じようなことができるとはゆめゆめ思うなって。そんな年齢のうちから教育者にそんなこと教えられたら、先人意識とがらせていくやろな、差別がなくならんわけや。根底にこういう考えのやつがいないと、バカにもわかりやすい説明をしてくれる頭がええやつ、みたいな底辺好みのやつはいなくなると思うわ。逆や、世の中にはどんなにやってもできん子がおるってこと、もっと認知されなあかんねん。頑張れば誰でもできる。なら、できない子はずっと不真面目な人間扱いされなあかんやろ。そっちの方がずっとかわいそうや。ワイも丸校の常識は世間の非常識って言われたわ。学区で最下位の公立高校を連想したらええんか。せやなどこにも受からん奴が仕方なく行くところ。頭いい学校でも大抵は結局才能のない奴らばかりじゃん。頭のいい分類だからっていつに入れる話でもない。底辺高校通ったワイが通るが、生徒はほとんど無気力なやつばっかや。一とは違うけど勉強はできるけど容量がクソ悪い人は何なんやろな。昔バイト先に一応は国立大の使えねえ兄ちゃんがいたんや。で、大学卒業からの就職で辞めたはずが、何ヶ月かしたらバイトに戻ってきてビビったわ。勉強はできるし知識量もすごいけど、状況を判断してその時の最適な行動を考えて取れないって人結構いるわ。容量がいい人は最適な行動が何かすぐに理解して実行してる。ぶっちゃけスポーツできるやつって大抵頭もそこそこ良かったよな。何となくスポーツできるバカと運動音痴のガリ勉みたいなイメージあるけど、実際はスポーツできる秀才と運動音痴のガリ勉とスポーツも勉強もできないギリ勉って感じ。野球部はガチのギリ勉の集まりだったわ。発達障害が集まるんやろなあれ。部活もしないしかといって勉強もできない。おまけに趣味もやりたいことも目標もないやつの集まり。わいやで。わーもわーも。わいのイメージでは偏差値50切ってたらもうそれは底辺校って感じなんやけど。冷静に考えると偏差値50切ってる学生が大体半数なんよな。そう思うとネット言論がわらまみれなのも理解できるとともによくこれで民主主義成り立ってるわって思う。個人レベルではバカばっかでも大人数集めたらそれなりに正しい方の回答を導けるのが多数決の強みだから。それをなんとかするのが教師やろ。給料分働けや。給料分、
と言ったらそこまでする必要ないけど、一人の人間の人生左右すると思ったら俺ならやる。無料で残業する上に愚痴吐く大人は誰から見ても見りよくないし、見りよくない大人の言うことなんて授業だろうが指導だろうが聞く耳持たんやろ。仕事なんやしなんとかしろ。給料分は働け。他は限りなくリア充であれ。県立進学校の野球部が県立の普通の高校にコールド勝ちしているのを見ると悲しいよな。今はフィジカルもエリートなんやね。顔も美男美女が揃う仕様子で所属する階級がわかるひどい時代や。東大京大も最近は美男美女増えとるらしいな。エリートは美人と結婚するからブサイクが混じっても中和されやすいんやろな。やな、そういう奴らがくっついてエリートを再生産するで、ブサイク貧乏人は淘汰されるんや。まあそうなんだろうけど、マイルドヤンキーって地域コミュニティの中でなんだかんだ言って幸せな人生を送るイメージあるわ。昔はそうやったけど最近は SNS もあるから下手に外の世界知って劣等感持ちそうやけどどうなんやろうや。親ガチャ環境ガチャ連呼で精神保つから大丈夫やろ。あれって自分の身を守ってたんやな。もうバカにできねえわ。デフラン大学の授業風景ってめっちゃ静からしいで、猿山みたいな実は、ニッコマからマーチとかあたりらしい。わからないことがあっても質問せず、授業もただその場に心を無にして座ってるだけなんやってさ、能力がない上になんクソ魂みたいな精神的覇気もない。なんで生きてるんだろ、って連中ばかりらしい。なんで生きてるかはわかるやろ。生まれてきてしまったからや、って死にたくないんや。こういうことを恥ずかしげもなくのたまうような輩が教育の現場にいることがわいはとっても悲しい。まあ匿名でなんか言いたいこともあるやろ多分。やめたらええだけの話やろうな。野球部に限らずスポーツ特待はほぼ授業出てないで、勉強できないイコールスポーツできないって謎の理論に草生える。論理的思考できてないゴミで草。引きこもってるところ悪いけどそんな事実ないし、勉強しないのとできないのは違うよ。アニメで世界を知った気になるのやめようね。何の反論にもなってなくて草。正論言われたチーグーたち大発狂で草。そもそも音楽や運動の才能あるやつってやろうと思えば勉強もできるからね。自分の人生に必要なことを理解してるだけで、底辺チーグー派なんの才能もないのになぜか勉強にすがってるどうしようもないゴミ。野球部に限らずスポーツ特待はほぼ授業出てないで、勉強できないイコールスポーツできないって謎の理論に草生える。少しは学校通ったらどうや？子供部屋おじさん。中学卒業してからこの層と絡むことなくなるよな。それどころか、こういう層って中学最底辺の中でもえりすぐりの奴らだから、公立中に行ってても実は絡んでなかったってことあるで。部活してるだけで一目置かれるからな。頭良くて容量いいのにフリーターなわいわ。勘違いくん、やね。頭も容量も悪いんやで。人権とか言って何やってもダメな奴が子孫を残すことを許してきたんだから今何やってもダメな奴が一定数いるのは当然の結果よ。人権というのは守れば守るほど未来の底辺を苦しめるのだ。ほな底辺親子レイブルで底辺減らすで。男の向けはまだ記憶にあるけど女の向けはほんまにヤバかったな。絶対身内としか喋らんから何者なのかもわからんままのが多数やった。顔とマッコついてるから余裕あってええわ。男の向けらって周りがいじったりするから良くも悪くも印象残るけど、女の向けらってマジで存在空気よな。あれ僕中学教員やってるけど、名前かければ入れるって言われるほどのバカ高校にクラスのチーグが落ちたから、もしかして名前かけないって聞いたら泣いちゃってくさ、ヤンキーならともかく、頭の悪いチーグなんてどうやって生きていくんや。教員向いてないよお前。チーグ顔真っ赤でくさ。教員がチーグとか言うなよ。運動もできなくて頭も悪いのに魅力だけ悪くてメガネかけてるやつ見ると本当かわいそう。底辺の女の子は風俗とか AV で稼げるけど底辺の男の子はどうやって生きたらええんや。コンビニや飲食やサービス業を支えてるのが彼らや。Y の親戚の高校教師がガチ底辺校に赴任経験あるけどヤバいらしいで、窓ガラスを割らない、自転車で校内を走らない、教科書を燃やさない、人の髪の毛を切らない、こんなん書いたプリントを毎学期配ってたらしいで、Twitter とかで、校則なんていらない、なんてほざいてるやつ見るたびに底辺校来てみろやボケって思ってたらしい。そんな生徒クビにすればいいだけだよね。校則があるからその生徒も守られちゃう。一郎なんて俺よりスポーツできて、勉強もできて、ユーモアセンスもあって、俺より劣ってるとこなんて一つもないと思うわ。でもこういうのも一郎は親ガチャに恵まれたの一言で解決できる。親ガチャというより、才能ガチャじゃないの一郎の場合。才能も親から受け継ぐだろ。なんじゃ言って偏差値30代の高校すら落ちるやつの吐きだめこと定時制高校に詳しいやついないよな。ガチの底辺はおらんのやなって。あれって底辺校中退者と不登校の行き着くとこやないんか。ガチ底辺の通信制とかはカードゲーム得意なやつゴロゴロいるから。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。